次期ドラムメモリ時期、ドラムメモリは1932年、オーストリアウィーン出身のドイツの技術者、グスタフ・タウシェクが発明した記憶装置である。次期ドラムメモリは1950年代から1960年代にかけてコンピュータの記憶装置として広く使われた。IC によるラムが開発され大量生産される前であったこの時代。 高速さを要求される主記憶装置用の記憶素子としては、次期コアメモリがあった。しかし、1ビットあたり1個のフェライトビーズが使用され、マトリックス方式とはいえ多数の配線を必要とし、大量生産によるコスト低下にも限度がある。コアメモリはあまりに高価であった。速度は遅くてもいいから、とにかくコンピュータが欲しいという需要に対して、主記憶装置としても多用されたが、 低速さと大容量という点は、どちらかといえば、補助記憶装置向きである。安価なマシンは一般に生産量が多いため、非常に一般的にもなり、コンピュータをドラムマシンと呼ぶこともあった。その後、主記憶装置用としては、磁気コアメモリの価格低下や、さらには IC によるラムによる価格低下により置き換えられ、補助記憶装置用としては、磁気ディスク装置に置き換えられていった。 ドラムは大きな金属のシリンダーであり、強磁性記録材料物質で表面がコーティングされている。これはハードディスクドライブの円盤をドラム状にしたようなものであり、読み書きを行う一列の磁気ヘッドがドラムに付属していて、各ヘッドに対応してトラックが存在した。ドラムとディスクの大きな違いは、ドラムでは磁気ヘッドを移動させることがないという点である。そのため、 シークタイムがなくなり、ディスクより高速に読み書きできうる。ただし、その利点よりは、容量の少なさという欠点の方が上回ると言えよう。コントローラーは、ドラムの回転によってそのデータが、磁気ヘッドのところに到達するのを単に待てばよい。ドラムの性能は、回転速度に依存するが、ディスクの場合はさらにヘッドの移動速度が問題となる。性能を向上させるため、プログラマーは、 コードの配置を慎重かつ緻密に計算した。ある命令を実行して、次の命令を実行するために、次期ドラムメモリから読もうとした時にちょうどその命令が、次期ヘッドの位置に来るよう計算したのである。これによりドラムの回転を待たずに次々と命令を実行できるようにした。この方式は後にセクターインターリーブとして、フロッピーディスクやハードディスクのセクター配置最適化に応用されている。 The History of Computing Project 1927から1937の1932年参照ありがとうございます。